皆様、多くの方がご存じないかとは思いますけれども、今関市大変なことになっております。テレビでまともに報道しませんので、ご存じない方がたくさんいらっしゃるとは思いますけれども、川口市内で川口市に住んでいるクルド人グループ2つがですね、調達いたしまして、双方100人ずつ合計200人もの大人数のクルド人が喧嘩したそうであります。皆様ご存知だったでしょうか。テレビでまともに報道しないんで、ご存じない方も多いかと思われます。毎日新聞、朝日新聞がかろうじて紙面で報道いたしましたけれども、なぜかトルコ人という報道だったようであります。普段はですね、クルド人かわいそう、入管法が悪い、そんなことを言っている朝日新聞、毎日新聞ですけれども、喧嘩したりですね、犯罪を犯したりなんていう時はトルコ国籍と報道するダブルスタンダード、都合よく使い分けております。何でもですね、浮気した妻の夫が真男を刃物で刺して、大怪我させて殺人未遂と、そしてそれを双方応援するグループが100人ずつ集まって暴れたそうなんですけれども、車でパトカーに追突したり、大変な騒ぎになったそうであります。機動隊も出動して大騒ぎ、現場のですね、交通2時間ばかり麻痺したそうであります。基幹病院の前、2時間も交通麻痺してですね、休館などはどうしたんでしょうか。クルド人同士でやり合うのは構いませんけれども、日本人に被害を出さないでもらいたいものであります。そしてですね、名誉殺人というものが向こうの方にはありまして、奥さん、女性がですね、行儀悪く不倫したり浮気なんかしたりすると、一族全部の名誉が汚されるので、それを処理するなんていう名誉殺人という文化があるそうなんですけれども、それをですね、この日本のこの川口で行おうとして大騒ぎになったと。そんなね、女性が浮気すると一族の名誉が汚れるなんて文化ね、知りませんよね。そんなの日本人には一つも関係ないですよね。そんなにやり合いたかったら、誰もいない山の中行って勝手にやり合えばいいんです。日本人に迷惑をかけないでもらいたい。それをしないと一族の名誉が落ちるそう、汚れるそうなんですけども、そんなの知りませんよね。日本人に被害が出ない方がよっぽど重要であります。今の川口市長、外国人に優しい街づくりなんていうのを目指してですね、そのようにやった結果、この川口市は今、外国人住民が日本一多い市になっております。その数4万人、率としては新宿豊島区の方が多いんですけれども、数としては日本一の4万人の外国人が住んでおります。で、このとんでもない市長、3年前に市長選あったんですけれども、投票率が驚異の 21.6%、 残りの川口市民の 78% の方は市長選びに参加しておられません。たった2割の人間が選んだ市長のせいで、川口市は今大変なことになっております。皆さん、それでいいんでしょうか。良くないと思いますよ。外国人に優しい街づくりっていうのは、すなわち日本人には暮らしにくい街ってことですよ。そんな市長を次も選ぶ気なんでしょうか。 22% の人しか投票していない現実、 78% の方はちょっと、もうちょっと自分の暮らしを考えて選挙に行ってもらいたいと思います。